バルバドス国防軍は、バルバドスの軍事組織。2007年時点で、全軍種の総員610人、予備役430人。バルバドス首相のもと、国防軍は陸軍である連隊と、沿岸警備隊を呼び、士官候補生団からなる。バルバドス国防軍は、首相府の下での一部門となっており、首相府のもと、国防軍本部が設けられ、組織管理と、兵団活動を行う。 この外に法執行機関である王立バルバドス警察隊も首相府の下にある。これらの機関は国内の秩序維持や不法入国者の対処及び国土防衛の任務を負う。バルバドス連隊は1902年に創設され、1979年の国防軍創設以降はロイヤルアングリアン連隊と同盟関係にある。現在は 陸軍としての役割が与えられている。主たる任務は、国土防衛と国内治安の維持のための警察支援、国際連合平和維持活動がある。連隊本部は、ギャリーソン歴史地区に置かれ、部隊編成としては、連隊本部中隊、技術支援中隊、特殊作戦中隊の参考中隊がある。さらに、連隊の予備役組織として、 本部中隊と二個小銃中隊及び沿岸警備隊、予備役からなっている。装備沿岸警備隊は2007年時点で110人が所属し、ブリッジタウンのウィロビー取り出に本部を置く。2009年現在、スプリングガーデンに新しい基地を設け、新名称にペリカンが付けられるとされる。装備士官候補生団は軍における青年教育組織である。 1904年に創設され、連隊士官候補生と海軍候補生の教育が始まった。1970年代からは女性を受け入れ始める。当初は3個の学生隊からなったが、現在では22個学生隊に拡大され、それぞれ4個の大隊と医学隊に分かれている。教育内容には射撃訓練も含まれる。バルバドス航空団は、グラントレー。 アダムス国際空港に配置されていた。1971年に創設され、ビーチクイーンエアを運用開始した。1981年にはセスナ 402C を購入し運用。1985年に、いずれの航空機も退役して、一旦解散した。1990年代になり、2機のフェアチャイルド C-26 メトロが、 地域安全保障システム向けに配備されている。主に洋上監視任務に従事している。この機体は再開された航空団で運用されているのか、沿岸警備隊で運用されているのか不明である。装備過去に保有していた艦艇については、バルバドス海軍艦艇一覧を参照。2011年6月現在、ジェーンズファイティングシップス2011から2012より、 ありがとうございます。